速く走ることに熱き血をたぎらせる同志たちよ、ファスターテックへようこそ。ハローエブディ、はい、どうも皆さん、チャリエルでございます。拙い英語を用いながら海外で掘り出してきた同じ自転車を愛する人たちが生み出した素晴らしい技術を紹介させていただきます。では早速1つ目、バードクレーンというこちらのものなんですけれど、違和感をお持ちの方がものすごく多いと思います。テンションを上げて初めてスポークとして機能する繊維です。なんか難しい英語とかそういうのじゃなくて、靴紐とかの紐です。まあ私時折ライテストなんとかかんとかって打ち込んで調べるのがものすごく好きなんで、そのうちの一つなんですけど、そう、何を隠そう、世界最軽量のスポークでございます。まず 700C 用の私が狙っていたですね、ピラーナエクストラライトタイタニウムというチタンのスポークなんですけど、これでやっと 3g 切るぐらいです。チタンですよ、普通やったらだいたい 6g ぐらいいきます、1本でね。でこちらのバードクレームズは 2g と少ししかございません。ステンレスであれば3分の1の重量になります。まあオーソドックスなね、フロント20穴リア24穴ですね、両方で44本のスポークを使う場合、ステンレスなら 264g、チタンなら 132g、 バードクレームズなら 88g でございます。減り具合っていうのはおおよそこれで間違いないです。加えて最も強いとされております。バードクレームズはまあ繊維なんで、まあ多少間に隙間があると思いますけども、それでも1割以上強いですね。まあそもそもね、まあ、あの強度ではなく構造面で繊維で問題ないのかということなんですけど、スポークっていうのはですね、引っ張り合ってる時しか意味をなさないんですね。で地面に最も近いスポークっていうのは仕事していませんはい、これなぜかと申しますと、構造上押し返すことができないんですね。下に荷重がかかると上の支えがなければニップラ抜けるんですね。なんで全く問題ないということでございますね。で太さなんですけど、まあ紐って言ったら割と太いイメージがありますが、こちら2ミリしかないです。でその2ミリっていうのが太いんか細いんか測ってみました。まあ いたって普通のスポークだと思います。こちら2ミリです。はい、エアロ面でも決して不利ではないということですね。でね、一番驚いたんがね、レース出れます。これでUCI 公認なんです、このスポークは。まあ他であればスピナジーのね、ザイロンスポークなんかもそうなんですけど、あれもザイロンっていう繊維を使ったスポークなんですね。で手に入れ方なんですけども、まず向こうに連絡を取ります。でその後往復させる形でまず預けます。組み替えてもらいます、このバードクレームズに。で送り返してもらうと。お値段なんですけども、およそ6万円からとなっております。まあチタンスポークなら注文だけで4万しますので、まあそのまあ今回のバードクレームズやったら送ったら組んでくれる、でしかもプロフェッショナルなんで、まあ安心かなということで、6万円は安いんじゃないかと思います。でまあ気になるのがね、今のところ白しかないんかな。普通スポークって銀か黒じゃないですか。なんでまあその辺がどうなんかなと思ってはおるんですけど、はい、では次、カーボンシューズですね。ビンディングシューズです。もう出回りまくってますよね。ソールがカーボンのシューズです。違います、フルカーボンのシューズです。数種類探してみるとあったんですけども、まあ、今回はシモンズレーシングのカーボンシューズをご覧いただきましょう。まあ、ページが何個かあったんですけど、私が最初に見たページだと、欲しいやつは俺らに会いに来てくれ、3月10から12日ユータ州のソルトレイクシティなイベントやっとるでと書いてあります。まあ会うべき理由はもう一つですね、もう靴見に来いじゃないんです。買いたいんやったら足の型がいるんです。靴って多少タイトな靴でもまあ2割か3割とか4割とかで人には合うわけですよ。ところがですね、靴という概念で考えるとカーボンっていうのは柔軟性皆無ですので、もうワンオフです、あなただけのシューズ。
あ、そう、フロリダのショップでも可能と書いてありますので、まあ、とりあえず連絡は不可欠です。でね、驚いたことに結構カスタマイズが可能で、もうほんまカーボン丸なしの真っ黒のシューズだけではないみたいなんですね。名前を入れたりですとか、カラードにしたりとかも可能みたいです。でね、気になる重量なんですけれども、わからなかったです。これ書いてなかったんですね。で、参考までに似たようなカーボンシューズの重量なんですけども、両方合わせて 190g を切ると書いてあります。これが軽いのか、ビンディングシューズにあまり詳しくない方はパッと来ないかもしれませんけれども、今履いている私の世界最軽量であろうジロのプロライトテックレースが40サイズ両方で 297g です。 30% は軽いですね。何しろですね、 100% のフィッティングがもう出来上がった時点から可能なので、伝達ロスがないに等しくなります。で、お値段なんですけども、私の履いているそのプロライトテックレースが定価でね、確か46,000円ぐらいだったかな。こちらですね、$1,950となっております、日本円、今の為替レートでも20万円を超えております。安いですね。まあそうですね、ドライカーボンでとなるんで、まあ妥当な値段じゃないかなと思います。では最後行ってみましょう。グラビティバイクでございます。もう私はこの分野が非常に好きでですね、もう定期的に訪問させていただいております。一切こぎません。ペダルがそもそもついてません。読んで字のごとく、ただ下りで速く走るためだけの自転車です。もうハブの、フロントのハブの横あたりにハンドルが来てるバイクもあります。お察しの通りですね、登ることができませんので、まあ下って登るはできるかもしれませんけど、平坦から登るはできませんので、車で運ぶなりしないと機能いたしません。で、まあこのレースのためだけに、フレームを作る方も結構いらっしゃいまして、普通の自転車よりもホイールベースが長いです。もう非常に低い四つん這いの体勢で乗るものが多いっていうのもあるんですけども、100キロ以上出ますので、重心安定性を上げるために作られております。まあ40、50キロやったらなんてことない段差でもですね、100キロ以上になるともうクラッシュの原因になってしまいますので、リアも沈んでるのがあるんで、もうフルサスで挑んでる人もいるみたいですね。でね、これのね、ちょっと歴史が気になって調べてみたんですけど、なんとですね、遅くともですよ、遅くとも1988年にはあったようです。しかももうそれでレースが成り立ってたってことですね。もうそれだけ競技人数がいたってことですね。原動機のついていない自転車で世界最高記録を出したエリックさんという方はご存知かもしれませんけども、10年前後ぐらい前に大クラッシュをしてですね、マウンテンバイクで斜度45度ぐらいある山をズワーって下ってる時にフロントが折れたんかなって、150キロぐらいでクラッシュしたんかと思うんですけども、まあしばらく入院しはってですね、再挑戦しに行きまして、世界最高速の記録を樹立なさいました、その記録が223キロでございます。もう自転車もですね、これでもかというぐらいエアロ化されてまして、普通であればですね、必要ないことはないと思うんですけど、まあ重量的に言ったらもうオミットもカットしてしまう部分、お尻の後ろの乱気流を綺麗に後ろに流すために、こう下が平坦なね、こう三角錐みたいなパーツついてたりするじゃないですか。それがついててですね、でしかもカーボンって網目が細めなんですけど、テキストリームカーボンっていう網目の大きめのねカーボンが採用されてるんですよ。エアロって、まあ昔大陸横断鉄道かなんかに、もっと速く走らせるためにこう、今の新幹線みたいな流線形のカウルのようなものをねつけたんですけど、
全く意味がなかったんですね。これなんでかっていうと80キロぐらいしか出てなくて、エアロが意味をなすのは120キロ以上なんですね。まあ例えば車のウィングであるとか200キロを超えることを想定して生み出されたエアロダイナミクスが、ハンドルのこの中心部分にこうもっこり空気を上下左右にこううまいことを避けるようになっているようなものもありますし、足にこう後ろエアロビンみたいなのついてるんですよ。空気抵抗ってまあ意外と知られているのであれば、まあ例えば四角形の方ってこう風をものすごくこう受けるんですけど、実はですねこういった円形のものも非常に空気抵抗を受けやすくてですね、まあ素直に流れはするんですけど後ろで乱気流が発生しやすいですね。まあ飛行機であるとかは、あ後ろにこう先がすぼまった形のものがねこう一体型としてついてますけども、それを足につけると、まあ、またね私もちょっとそうですね、お金がまああればまたアメリカとか行ってイベント見れる機会あったらもうぜひ収めて皆さんにお見せしたいなと思っているんですけれども、はい、というわけで以上でございました。まあ他にもねいくつかというか10個ぐらいというか、まあ、定期的に増やしていきつつまた次回臨んでいきたいと思いますので、こんなんあるでチャーリーっていうのございましたら、ぜひコメント欄で教えていただければなと思います。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さん、よき自転車ライフをさようなら。この企画もね半年か4ヶ月に1回開催できたらなと思っております。そうなんですよね、本命のねあれが間に合わなかったんですよね。ですがいよいよ次回公開を予定しております。ツイッターでは時々写真を上げつつ開発を進めているんですけども、こちらもまたトラブルが多くて詰まってたんですけど、今日届く荷物でようやく完成になると思います。エアロを突き詰め理解し検証するために必要な巨大施設の本格縮小版、いよいよ稼働するぜ。